西新駅は東京都足立区西新栄町2丁目にある東武鉄道の駅である。駅番号は TS13、伊勢崎線と大志線が乗り入れている。伊勢崎線の当駅前後は東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている。大志線はこの駅が起点である。島式ホーム3面6線の地上駅で、京城駅舎を有している。伊勢崎線は2面4線を使用する。 方向別副伏線配線により、急行線を走る急行、区間急行、準急、区間準急と観光線を走る普通とは、ホーム台面で乗り換えることが可能である。大一線ホームは一面二線であり、通常は、東端式の一番線を使用する。二番線は、車両交換時のほか、年末年始の特別ダイヤや急行線を走る、回送列車の対比に使用される。 ワンマン運転用のホームセンサーは一番線のみに設置されている。改札口は一箇所だが、大支線ホームに入る部分に中間改札がある。これは、大姉妹駅が無人駅であることから、当駅の大支線連絡口で、大姉妹駅としての改札業務を行うためである。大支線ホームを上がると、自動券売機と自動改札機が設置されている。発車表は、 伊勢崎線ホームには設置されているが、大市線ホームには設置されていない。東口西原駅改札口2005年3月31日に、改札口からホームを連絡するエレベーターが、各ホームだけの使い降りに完成し、バリアフリー対応トイレも同時に改札口レベルに新設された。また、同時に下り線ホームの梅島寄りに設置されていた、トイレは撤去された。また、 2010年3月より、伊勢崎線ホームに、車掌のリモコン操作による、発車メロディが導入された。伊勢崎線内の中間駅で導入されたのは、当駅が初めてである。西新井ラーメン、伊勢崎線、下りホームには、西新井ラーメンと称する立ち食いのラーメン店がある。2018年度の1日平均乗降人員は67,149人で、ある。この値は、伊勢崎線、 大四線間の乗り換え客を含まない、伊勢崎線の駅では、竹の塚駅に次ぐ第7位である。2002年度以降に、駅西口で複合都市開発が行われたほか、半蔵門千円線にも直通で行けるようになったため、利用者は増加傾向にある。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通りである。近年の路線別乗降人員の推移は、 下表の通りである。詳細は、西新井栄町、栗原、島根、及び、梅島を参照関東の三大市の一つ、西新井大市は西へ約1キロメートル離れており、大市線の大市前駅が最寄り駅となる。2004年3月には東口にエレベーターが新設され、同時に、戸塚東間、西立店舗部分の紹介像が行われ、店舗内エレベーターを使用して、 東西自由通路を24時間通行可能になった。北側の竹の塚、大姉妹寄りの線路を東京都道318号環状7号線がまたいでいる。西口周辺では西新房東京工場跡地を中心とした再開発事業が行われた。自由通路にはトスカ系列の売店のほかファミリーマートやキュービーハウス、東部トップツアーズ西新井支店。 ゆうちょ銀行 ATM などがある。西口は大きなバスターミナルとなっている。西新井栄町付近では複合都市開発が行われた。足立区、コミュニティバスの春風を含む路線バスが発着する。運行事業者は東部バスセントラル、東京都交通局、国際工業バス、日立自動車交通の計4社局である。西新井駅、西口、編集王子駅から、 深夜バス深夜31系統が、館7経由で、西新井駅西口、西新井立教、編集旧西新井警察署前、西口徒歩7分間7通り上、西口ロータリー整備前は、国際工業バスの路線の大半はここで、折り返していた。西新井駅東口、編集1番乗り場は、館7西新井立橋下2番乗り場は、東口の階段降りて、 駅名の由来となった西新井という地名はそれ自体で一単語であって西を鑑賞した複合語ではない詳細は西新井地名を参照駅名の漢字を見ただけでは複合語か否かわからないが駅や車内に掲示する停車駅一覧などに表記されたローマ字では違いが現れる東武鉄道では方角などを鑑賞した駅名は北千住 新越谷のようにハイフンを使って表記しているが、西新井はハイフンがなく、西新井である。東武鉄道東武スカイツリーライン急行、区間急行、順急、区間順急北千住駅西新井駅総会駅、普通梅島駅西新井駅竹の塚駅大四川、西新井駅大島駅、ありがとうございます。